テイクオフ。クラシックロードの終点、今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気綾野トップガン声優スカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。2番目の位置で先頭を伺うのは11番うちの方から AM オペラ王1番並んできた。2馬身3馬身開いてメジロライアン、それを見るように4番、そしてその外を回って2馬早ひで、まもなく第4コーナーカーブ。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭は変わらず声優スカイ。続きました11番およそ5馬身開いて1番3馬身離れて AM オペラ王メジロライアン5番手。まずは1周目正面スタンド前に入った。そしてその後方には4番外を回って18番、それを見るように岩早秀後ろ5番、そしてその外から行ったのは8番シンボリルドルフ。上がっていきます。順位を振り返っていきます。依然先頭は声優スカイ。続いて11番4馬身差1番4番手メジロライアン、その後ろから AM オペラ王、そしてその後方には4番、さらには18番、そして5番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭声優スカイ。レースはよどみなく進んでいます。2馬身差11番3馬身離れて1番外にはメジロライアン5番手には AM オペラ王2馬身3馬身開いて4番、それを見るように18番1馬身離れて5番、さらに岩早秀少し離れて3番、さらに8番外を回ります。前のトップガンマンハッタンカフェ並んできた。1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。声優スカイ先頭は依然声優スカイ。2馬身リード2馬身離れて11番3番手1番、それを見るようにメジロライアン1馬身差 AM オペラ王、その後から4番少し離れて5番、少し後ろから18番2馬身3馬身開いて前のトップガン、そしてその内を回って3番、残り 1000m を通過内を回ります。岩早秀その外並んでマンハッタンカフェ少し離れてウィニングチケット、内から内から8番、後から9番少し後ろから15番、後方2番手にシンボリルドルフ前のトップガン。ここから仕掛けどころだ。先頭は相変わらず声優スカイ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。ギリギリ詰める前のトップガン、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残り400、最後のコーナー最初に立ち上がったのは声優スカイ。前のトップガンすごい足で上がってきた。前のトップガン抜け出した。前のトップガン負けられない、負けられないぞ。残り200、前のトップガン足色は衰えない。前のトップガンリードは3突進、速い速い。声優スカイ。3着は声優